ケイリー・グラントとイングリッド・バーグマン、お名は1946年のアメリカ合衆国のスパイ映画。監督はアルフレッド・ヒッチコック、出演はケイリー・グラントとイングリッド・バーグマンなど。ブラジルに潜伏中のナジの残党を捉える任務を負った米国の諜報員と彼に協力して潜入スパイとなった素人の女性を描いている。著作権表記欠落により、 パブリックドメインとなった。ドイツ出身の父親がナチスのスパイであったとして世間から避難されていたアリシア・ヒューバーマンに FBI エージェントの TR ・デブリンが近づく。デブリンはアリシアに第二次世界大戦後にブラジルに逃げたナチ党のグループを見つけるための助力を求める。当初はデブリンに反発していたアリシアだったが母親の生まれた国である米国への愛国心から デブリンに協力することにする。こうして、共に行動することになった二人はすぐに愛し合うようになる。ところが、ブラジルに着いた二人に下された命令は、ナチの有力な支援者であるセバスチャンに、アリシアがハニートラップを仕掛け、情報を引き出すというものであった。デブリンは動揺するが、任務と諦める一方、アリシアは、デブリンが明確に反対しないことに失望し、 任務を引き受けることにする。父親の友人で、かねてよりアリシアに思いを寄せていたセバスチャンを、老落するのは、容易だったが、セバスチャンはすぐに、アリシアに求婚する。対応に困ったアリシアは、デブリンの上司プレスコットラに相談するが、プレスコットラは、妻となった方がより情報を得やすくなると結婚を、進める。デブリンは動揺するものの任務と諦めて黙認する。 その姿にアリシアはさらに失望する。アリシアの情報収集は順調に進み、成果を上げていく中で、セバスチャンの屋敷うちのワインセラーが怪しいと睨んだ。アリシアとデブリンはニーズマの披露パーティーを開き、デブリンをアリシアの友人として屋敷に招待することでワインセラーに潜入する計画を立てる。アリシアが盗み出したワインセラーの鍵を使って、 潜入に成功したデブリンはワインの瓶のいくつかに砂状のものが入れられていることに気づき、それを持ち帰る。後にこの砂はウラン鉱石であることが判明する。ところが、セバスチャンのみが保管しているワインセラーの鍵が鍵束からいつの間にかなくなっており、しかもアリシアとの寝室に置いておいた鍵束に朝には戻されていたこと、さらには ワインセラーに何者かが侵入した形跡があったことから、セバスチャンはアリシアがスパイであることに気づいてしまう。ショックを受けたセバスチャンは、ナチの仲間でもある母親に相談する。かねてより、アリシアとの結婚に反対していた母親だったが、嫁がスパイであることが仲間に知られれば、自分も息子も殺されることから、アリシアの正体を隠しつつ、彼女を緩やかに毒殺することにする。 こうしてアリシアは、夫と義母によって、毒の入ったコーヒーを毎日飲まされ、急速に体調を悪化させてゆく。明らかに体調の悪い様子のアリシアを、デブリンは、心配するが、素直になれないアリシアは、ただの二日酔いと誤魔化し、デブリンの行為を拒む。その夜、セバスチャンの仲間である、アンダーソン博士が間違えて、アリシアのコーヒーを飲みそうになったのを慌てて止める。 夫と義母の姿に、アリシアはようやく自分の正体が二人に知られていることに気づくが、時すでに遅く、アリシアは倒れ、そのまま寝室に監禁されてしまう。アリシアがあらかじめ決められた連絡場所に現れず、温身不通になったことに不安を覚えたデブリンは、友人として、セバスチャンの屋敷を訪問する。そして、人目がなくなったところで、アリシアの寝室に潜入し、 アリシアが毒殺されかけていることを知る。アリシアは一気も耐え耐えになりながらアンダーソン博士との会話から察したウラン鉱石の入手先をデーブリンに伝える。この事態にようやく二人は互いを愛する気持ちを素直に認め合い屋敷を脱出することにする。そこにセバスチャンと母親が現れる。しかし、その場に仲間たちがいたことから、 セバスチャンも母親も騒ぎ立てることができず、デブリンはあくまで病状の悪化したアリシアを病院に送り届けるとして堂々と屋敷を出ていく。そして一緒に連れて行くようにすがるセバスチャンを残し、アリシアだけを連れて車で屋敷を後にする。この様子を見た仲間たちは最近自分たちが尾行されていることに関してセバスチャンを怪しんでいたことからようやく事情を察する。 セバスチャンボシが仲間たちに殺されることを示唆して物語は終わる。映画の中盤、セバスチャンの屋敷で開かれたパーティーでシャンパンを口にしてすぐに画面から出ていく。撮影当時、アメリカでは3秒以上のキスシーンは禁止されていた。そこでヒッチコックは3秒以内のキスを繰り返すという手法を取り、おしゃべりをしてはキス、電話をしながらキス。 と2分以上のキスシーンを成功させた。ケイリー・グランドとイングリッド・バーグマンは1958年の映画無分別で再度共演している。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、キッチコックによる荘厳な演出、そしてイングリッド・バーグマンとケイリー・グランドによる素晴らしい中心的演技は、この作品を在演する価値のある、昇進証明の古典にしている。であり、 47件の評論の内高評価は98%に当たる46件で平均点は10点満点中8.94点となっている。メタクレティックによれば16件の評論のすべてが高評価で平均点は100点満点となっている。ありがとうございます。